稽古は子供さんの主体でやりたいと思いますので、で大人の人とかね、あの手を組んでもらって手を振ってもらいたいと思います。あります、これ正面から入ったところに入ります。表、相手の前っていうのが表技。はい、まず行きます。まず大事なのはこの打ってくる手がここまで来ないように止めること。はい、今度は前にさっきやりましたけど、今度は前に行けない状態だというふうに今それを思います。こうなるとこの感じですけど、だから相手に行かせない、はい、正面打ちで一挙を振ります。相手の手を取って腕を押さえる、はい、次も、はい、相手が正面から打ってきたという状態です。さっきのあのね、こういう状態になっちゃうともうこれは無理です。遅いですから、こちらから動きに。こうなったら秒速だったら無料ですからね。相手に使って、はい、スタイルです。はい、これが正面打ちで右投げって言います。もう自分の動きが遅くなった、もしくはこちらへ行けれない物理的な状況がある、打ってくるとこう押してきますから、これを避けます。で、下を押して相手が泣きたらこの上手で行ってこないですね。はい、正面打ちで右投げ、はい、今やったのは相手が正面から攻撃してきたっていうことですので、相手の攻撃はいろんなパターンがありますから、正面から打つ場合じゃなくて手を取られてるバランスだったのか、そういう時の技をやるんで、手を取られた時に皆さん、お隣の方と手を取りながらやってみてください。こう、掴まれて引っ張られると、どうしても嫌だからこういう状態になるんですよ、実は。で、嫌だもんって、こうやって引っ張り返すと、相手が強かったら、これはどうしても引きませんよ、引っ張られて。相手が引っ張りにかかったら、親指で横向けて、引っ張ってください。必ず手を取れますから。これを、はい。で、本当にで、この状態から、そうですよ、親指を自分のお前様に入れて、右の腰からこう、こっちを持っていくと、そこに体をもう一つ入れれば、必ずこれ取れます。右手と左手で、そう、そういう状態で取る。で、例えば、この手がこういうふうになってたら、親指と人差し指の間、人差し指と親指の間へ持ってきてやればこれ取れます。でも手を掴まれた瞬間にもポンとやれば必ず取れるはずです。で、だからその動きを使って、はい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 、これ小手返しって言います。相手が自分の手を取ってきた、はい、親指を自分のそのまま取ってきます。ここでも取れます。ここでも体を入れにします。今ならできています。はい、取ります。入れたら取って、はい、背中合わせに足を入れていきます。親指を手のひらを下向けて親指を自分の別の方向から
これこうやって引っ張ると引っかかってこれません。必ず親指の位置を相手の親指と人差し指に何回持ってくれるように気をつけなさいます。今やったらこれで小手返しやったんですけども、普通一番子供の時間で来ますけど、小手返しっていうことすぐやるな。これはまず相手がついてくるこれがこれを抜ける、ただ外してここで、でこれが一番多いんですけども、はい、次はやっぱり手抜きでいきます。で取られました。で取られると大体が攻撃をしに来てるところが引っ張るなんかの次の攻撃になってます。だからそれをやらせないために取られた瞬間に相手を取る。相手の対戦です。対戦スパートです。自分のヘッド前で取らせることが大事。こういう状態で取られるとこっちの体勢が取れる。もしこうなるなら自分の体を寄せてってから入ればいい。だけど取りにくいんだったらその部分を利用することです。相手をこれだけ崩れます。それがここで止まっちゃう。こういう状態、ここから崩さなきゃダメだから大変になる。相手の崩すのままに崩すしながら崩これを四方投げています。4つの方向へ投げれるという